虫軍代表、肉食昆虫界の覇王、大閻魔半妙。さあ、この大閻魔半妙は、はい、もう今更語る必要もなく、はい、肉食昆虫界の帝王というか、はい、ラストエンペラーですね。なんか感覚もありますね。はい、ドコムシ軍代表、サソリ界一の万能戦士、デザートヘアリースコーピオン。このサソリも戦い方はうまいんじゃないですか。もうこちらもね、もうサソリの中では万能戦士、はい、毒の強さもね、テクニックもパワーも、はい、全てにおいてすごいです。はい、はい、さあ注目の一戦です。始まりましたね。楽しみですよ。そうですね、両方ともね、まあちょっと対象同士と言っても過言ではない。はい、あ、震えてます。すでに武者部位、大閻魔妙はね、おなじみのあの武者震いで、はい、そうですね、その後にガッガッて噛みついていきますからね。あの狂犬、狂犬のようにね。はい、サソリもちょっと戦いにくいんでしょうかね。でしょうね、やっぱり硬いですからね、相手が。ああ、襲いかかってます。はい、デザートエアリーもね、本当にテクニシャンでパワーもあり、はい、毒も強いんですが、スピードもありますね。ありますけど、やっぱりね、大閻魔妙の体が硬すぎますからね。なるほど。あと、あの牙でね、もう狂ったように噛みついてくるでしょう。なるほど。これでね、こうやってね、はい、あ、なんかちょっとおしっこのような、何でしょうね、おしっこがね、ちょっと便か興奮してるんでしょうか。うん、はい、ダメージを与えたわけではないです。でもああいう移動してるんですね、なんか絵の具のような。あ、はい、あ、乾きました。すごい、これは尾っぽの部分に、はい、はい、凶暴ですね。あ、髪、あ、あ、でもさっさあれでね、普通柔らかいね、はい、タランチュラとかだったらもう刺されてちょっとやられてるんですけどね。はい、大閻魔妙には通じませんね。まあ、毒は通じないとちょっとサソリも戦いにくいですね。そうですね、まあ、うまいことね、こう首関節の隙間とかね、はい、口の間とかに入ったら分かんないですけどね。そうですね。あ、でもこの尾っぽの力はすごいですね。うん、さあ、どういう戦いをしていくのか、はい、やっぱり大閻魔妙としては尾っぽを狙う、あ、狙ってますね。あ、行きました、行きました。そうですね、そういう攻撃やってるうちにちょっと破れてきたら、はい、はい、あ、正気あり、あ、あ、でもこれは結構今ね、でもまあ刺さってないでしょうね。いてはいないようですが、はい、はい、結構あ、噛みつきました。噛みついてますね。あのね、ちょこちょこヒットアンドウェイのね、あの噛みつ、ね、あ、今度はひっくり返りながらもう噛みついてますよ、ハサミとか、はい、あ、これ結構デザートやり、はい、ダメージ大きいですよ。大きいですね。大きいです、大きいです。ちょっとびっくりしてるような感じです。はい、かなりちょっともう、あーっと、あー、頭、あー、これ完全に入りました。入りましたか。あー、もう汁も出てますね。そうですね、体液が出てます。うわ、今のはちょっと致命傷ですね。これははい、もう勝負あったんじゃないでしょうか。オピオンタジタジです。かなりのダメージを与えた。デザートヘアリースコーピオン、戦闘不能。になりました。はい、ここですね、がっつり入ってますね。はい、牙が横から刺そうとしてるんですが全くダメです ね、 ね、もうでもあれ完全に入ってますね、大閻魔。そうです、ただいまの試合、昆虫軍の勝利。